維新政党新婦代表の鈴木信之です。全国の党員、党友、そして支援者の皆さん、こんにちは。統一地方選挙もいよいよ残りあとわずか、わずかというか今日金曜日ですからあと1日ということになりました。2日後にはもう投票日ということになります。結果は、どうなるか、非常に各地厳しい戦いをしているようです。統一地方選挙後ですけれども、その投票日には、安倍首相が、日本を飛び立ちアメリカに行きます。そのアメリカで、翌日月曜日になりますかね、27日には首相として、日本の首相として初めてハーバード大学で、講演をするそうです。まあ、学生との意見交換を兼ねた講演ということですが、まあ、これも初ですが、もう一つ初がありまして、29日の日には、なんとアメリカ議会上院下院合同の場で、講演会を、これも日本の首相としては、両院というのはこれ初めて、ということになります。非常に、今回、かつて、ないですね、これまで日本の首相とアメリカの大統領が非常に関係がいい良好な状況下でもないような歓待を歓迎をですね受けた安倍首相の訪米ということになるようです。まあ、在米韓国団体はいろいろ批判をですね加えようとして、アメリカでいろいろ計画しているのかもしれないですが、今回、そういうことはやめた方が、良さそうですね。まあ、安倍首相には、アベノミクスの成果を語るというよりもですね、やはり安全保障についてしっかり日本の今後の方針というのを、説明して、そういう講演の中でしていただきたいと。特に今共和党が、多数を占めている米国議会だからこそ実現したことでしょうから、安全保障政策を訴えること、特にこの連休後国会始まりましたら、安全保障関連の法案審議というのがどんどん進んでいきます。それを踏まえての訪米、ということに関して私非常に実は今回注目しています。将来ですね、アメリカと中国の関係は経済的には結びつきがより強くなっていくでしょう。しかし安全保障に関しては、米軍は、来年韓国から陸上兵力が撤退する、東アジアから、だけじゃなくアジア全体からも兵力がどんどん撤退していくという中で、日本もこれは他人事ではなく、自らのシーレーンは自分で守らなきゃならない時代が、もうすぐ目の前に現れてきます。そういう状況が見える中でのこの安倍首相の、訪米、そしてアメリカ側の、謝罪の言葉はいらない、過去の体制に対するお詫びもいらないというメッセージも来ているというのは非常に意味あるメッセージであり、意義ある訪米になるはずです。将来中国にシーレーンを抑えられた、原発が再稼働しない中、日本は非常な経済危機に陥っていくだけではなくて、これがまた、途中のアラビア海からの途中のシーレーンで何か紛争があった時にも日本は非常に窮地に陥ってきます。それも十分これから朝鮮半島有事だけではなく、ね、台湾海峡、そして、アジアの各地でのいろいろな動乱、中東の動乱が予想される中、やはり日本が戦える国になるということが非常に重要であると私は思います。また、こういう状況下だからこそね、
日本は独自の核武装への核武装実現への、ね、チャンス好機を伺えるのではないかなと、私は非常に、そういう意味では、日本人の負担もね、負担と覚悟も、大きく持たなければなりませんけれども、それと同時に、日本が、新しい日本を作るためのチャンス、到来の機会もね、訪れるのではないかなと思ってます。それでは、最後の選挙戦頑張っていきたいと思います。今後もよろしくお願いします。